先日母がが亡くなったのでですがお墓選びで姉と喧嘩になってししままいました。姉は亡くなった母のことなどどうでもよいと思っているのか、えー、料金的なおかわりが多いお墓の契約と食料品の寄贈は関係ないなどと自分の財布のことばかり気にしています最後は自分でやるといい骨は処理したと言い残したってきましたお骨のその後の所在不明です私としては残念で仕方がないのですがこのような人間もいると諦めるしかないのでしょうかえっとあのお母さんが大事かどうかと墓にどれだけ金を払うかどうかって全然関係ないんですよ ほんで、そのお母さんが大事です。で、そのお母さんの,じゃあの写真を飾って、なんかあの定期的にそのお母さんのことを思い出したりとか、なんかあのこう口に出さないでいろんな思いとかお母さんに伝えたりとかっていうのは、それは全然していいと思うんですよ。ただ、それと、墓が高いかどうかって関係ないんですよ。あの、なんか、いい墓って作っても、普通月一回行かないんですよ。 なのであの月1回も行かないようなところになんか高い金払うぐらいだったらで多分お母さんってその子供たちに幸せになってほしいと思うんですよね。なのでそ,のなんかそこで高い金で墓買ってなんか辛い思いをするぐらいだったらなんかおいしいもの食ってあの今日こんなおいしいもの食べたよってお母さんに報告するっていう方が多分母親としては幸せだと思うんですよね。 なので同せ墓とか行かないんであのなんか富士山とかだったり海とかだったりそのなんか行きたくなるようなところにいその散骨した方がいいと思うんですよね。例えばその苗場が好きとかだったら苗場の山とかで散骨しちゃえばなんかスキーに行くために一応なんか墓参りした風になるじゃないですか。でだからあのじゃあ湘南が好きとかだったら別にあの湘南の海とか、まあ、これあの骨まくのってあの法律的に微妙なんであの違法行為を進めるようってなんなんですけど、まあ、それやっとくとなんかあの湘南で遊びに行くためにお墓参り風になるからなんか毎年毎年僕はお墓参りに行ってんですって言いながら湘南に遊びに行けるみたいになったりするので。 なのでなんか自分の行きたいところに配る、あの、まあ、配るというか、あの、お骨をばらまくっていうのが、まあ、法律上の問題を置いといて、そういう形にした方がいいんじゃないかなと思います、はい。あの、なんだっけ、大自慢ブラザーズバンドっていうあのバンドが、あの、歌詞忘れちゃった <laughs>、まああの。死ぬよりは生きてる方がいいみたいな歌詞が確かあったりするんで、なんだお、あの墓に金かけてもしょうがないと思うんですよね。